ベルビエール役の宮野真守です。レオナルド・ダ・ヴィンチ役の坂本真綾です。面白かった。面白かったね、うん、いやすごい感動しました。やっぱり絵の迫力が あって、うん、こんな言い方したらあれだけど、こここんな絵だったんだ確かにそう、すごい感動的でした。うん、アフレコした時以上にね、そうなんかやっぱり細かいところまで描かれている、うん、ちょっと街の特にセリフを喋らない、うん、こう背景といえる人たちのこう表情だったり動きまで細かく描かれていたり、自分の手をこう触られて最初こう触るなって言ってしまうシーンとか、うん、やっぱりこうその後にこう藤丸がこう触れた時にこう許すシーンとかって、やっぱ絵があれだけ綺麗に入ってるとよりこうグッとくるなっていうふうに思って、うん、なんか知ってるはずなのにすごい感動した、うん、本当にね、確かにところどころでいっぱい感動があったな。ダヴィンチちゃんのね最後最後って最後ですよ、あれ潔い最後、最後かっこよかったですね、最後まで笑顔でね、ね、なんかアフレコしてた時もひょうひょうとあそこはあえてやろうと思ってたんですけど、うん、本当に表情が晴れやかで、うん、あとあれ、そっかそっか、ここ夜かっていう、なんかちょっと夜か昼かちょっとよく分かった、夜か昼かの違いで、うん、あるあるなんですよね。そうそうそう、意識はしてたんだけど、ああそうだそう、ここ夜かでも私がすごい印象的だったのは、うん、まあ本当に初めて藤尾を見る人、ここから知る人にも本当に入りやすく描かれてて、うん、この独立したエピソードとしてすごく分かりやすく楽しめるっていう作品になってたのが良かったと思って、まさにそうで、うちの周りのスタッフもなんかそういただいたのを見せてもらったりとかしたんですけど、やはりこう正直 FGO 詳しくなくてもっていう、そうね、すごく泣いたって、あ素晴らしい、確かにその物語の流れとしてやはりこうアーラッシュのあの姿とかを見ると、うん、やっぱ心を震わされるというか、本当にそう、そうで、あれでベリビエールは覚悟するし、うん、そのやっぱり心の流れがこのキャメロットのこの作品映画は、うん、すごい素晴らしいんだなというふうに思いましたね、うん、1年、ま、以上前、そうですね、覚えてます？いやなんかほらまだねコロナとかいう前だったから、大勢で賑やかに収録できてよかったな。あとなんかマモ君がお弁当を寿司選んでたな。そしてなんか川澄さんのうなぎもちょっともらってたな。そう違う、川澄さんがなんか俺がなんかすごく楽しそうにお弁当を選んでたんですって。うん、なんかスタッフさんが気に利かしてくれて、本当にたくさんの種類の美味しそうなお弁当を用意してくださっていて、どれにしようかな、これがいいかな、これがいいかなって言ったら、川澄さんが私のもじゃあ食べなよって言ってくれ、そうそう、俺がなんか催促したみたいになっちゃって、おかんみたいな、そうそう、いっぱい食べてるの見るの好きだからって言ってくれて、分かる分かるこれも食べな、これも食べなって言ってくれて、なんかそんな楽しかったですね、楽しかった、楽しかった。で信長くんがもう基本もういてくれると安心するっていう状況だったんで、うん、僕らはずっと説明してくれる、そうそうそう、本当、うん、事細かにね、うん、スタッフの方かなって思うぐらい、 それが待ってる瞬間があって面白かった、もういいみたいな、となんか監督がもう終わったみたいなそれぐらい、でもやっぱり信長くんのあの熱量っていうのは現場でもやっぱありがたかったなっていうふうに思うし、うん、いや本当素晴らしい曲、ありがとうございます、本当に素晴らしい、もうでもベリビエールの気持ちになって書いた歌詞で、うん、本当にそうね、まあ、特に物語のこの映画の最後が、うん、ベリビエールのモノローグで終わるので、うん、まあそこで彼の気持ちの続きを歌うような感じのエンディングテーマになれば、うん、まあ、お客さんの気持ちにも寄り添えるかなと、 そのお話も聞いて、いやよりこう素敵なメッセージだなって思って、その独白でこう綴っていくっていうの、確かにこう前編の主題歌だし、こう後編へ その前段としてまだこう解決していない思いっていうか、うん、なんかそこがやはりこう
描かれているのが僕は面白いなと思ったし、でしかも僕が後編をね歌わせていただくことになっていて、でその自分の歌のコンセプトを考えるときにまだ真矢さんの独白をまだ聞いてなかったんですよ、うん、で自分がじゃあベリビエールの思いもある自分がそのこの作品で歌わせてもらうときに何をメッセージにしようかなっていろいろこうやっぱさらってたんですね、その言葉としてベリビエールの思いを、うん、であこんな感じかなこんな感じかなってよりこう深くベリビエールのことを考えるきっかけにもなったし、あこんな感じでいこうって思ったら独白がもう全てそれを語っていて先に全部言っちゃいました先に全部言っちゃったパターン、いやでもそれが感動して、あでもそうだよなって思って、やっぱ前編はこのベリビエールの悶々としたこの思いとかっていうのも表しながら、あじゃあ後編はその先の歌にしたいっていう風に答えが導き出せたっていうか、うん、そうですね、だからやっぱ後半マム君が歌うの分かってたので、まあ、後編でこんなことをテーマにしようっていう、うん、解決できるのは後編にとっとこうっていうことで、うんうんうん、まあ、割り切ってちょっとこう悶々とした部分だけを歌ってるんですけど、うん、まあ、後編ぜひ楽しみにしていただければマム君が全てさらってくれますもう私 FGO ファンの皆さんと宮野守ファンの皆さんを泣かせる準備はできてあ嬉しい、本当に作詞家大先生にそう言ってもらえた、もう私の渾身のもうね完成して歌い終わっているということで、歌い終わって、いやいい曲なんですよ、本当にいい曲なんですよ、いやでも何より嬉しかったです、真矢さんとこういう風になんかコラボレーションできるのがなんか不思議で、そう FGO がつないでくれたねこのご縁、やっぱりあのね FGO って作品を愛してらっしゃる皆さんが聞いてもあの世界観にぴったりだなって思うものにしたかったし、やっぱり宮野真守君を応援してるファンの方にとっても、ああ宮野真守らしいって思ってもらえるようなものを作りたかったんですけども、実際あのエンディングにこうちょっとかかってくるイントロの部分から、うんうん、イントロがもうちょっとすでに泣ける、泣けるんだよね、そう私の歌詞なんか出てくる前から、いや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 、もうなんかねあのすごくやっぱり包み込むような、うんうんうん、早く聴かせたいですね、うん、完成したものをいただいた時に真矢さんからその歌詞も含めで、そこにメッセージも添えてくれてて、そのもちろん映画のメッセージもそうだしって言ったというのと、今のいろんな世界の状況下の中で、やっぱその先の希望をこうなんだろうな、僕自身が自分が歌い手として歌う時にも、そういう思いをこう込められればいいなっていうふうにおっしゃってくれたのがすごく嬉しくて、なのでその言葉とともに改めて楽曲を聴いたら、自分がこうステージのに立ってこうお客さんの、もう今までみたいにお客さんの前で歌ってる姿っていうのがファーって思い浮かんで、なんかすごく嬉しかった、僕にとっても僕のためにもなる、歌詞だなっていうふうに思ったし、でまだなかなか内容は言えないですけど、その歌の後半に出てくるその歌詞をみんなの前で歌いたいなっていう、届けたいなっていう思いが、その後半のそのフレーズに僕は感じて、そこでバッてこうイメージも広がってっていう感じでしたね。いやでももうやっぱり、ねえ、ねえ、あ、私が、ね、もうね、あ、私はほら終わってるから、ね、いやいやいや、これね、ねえ、どうなんだかみたいなね、なんか期待したいよね、どうなっているのか、ねえ、そうですよ、いやでもあの本当に前編の終わり方が、うん、やっぱりちょっと悲しい部分もあるんですけど、このままじゃ終われないっていうね、そのペティピエールの強い覚悟とともに終わるので、やっぱり彼のこの旅の続きを見ないことには、ね、皆さん前に進めないでしょうとも思いますし、またあのやっぱり人間こう挫折とか絶望って必要なんだなってこの先にあるベリビエールの生き様を、まあ、私たち知ってると瞑想した時間も、まあ、必要だったのかもしれないってきっと思えるような後編になってくれるんじゃないかと思います。そうですね、いや、なるでしょう、うん、なんか印象的だったのが、そのしっかり完成版を見た時により感じたのが、最初こう本当うつろなんですよね、
ベリビエールが、うん、その歩き方もそうだし、なんかこう表情もそうだしっていう、それがある意味こう光が見えたっていうのがすごく印象的で、こう苦しく辛いけど確実なものがあるっていう、虚ろだったベリビエールが何か一個目的というか指針を見つけて覚悟したっていうのがすごく印象的で、そんなベリビエールが登場する後編は確実に前編のこう印象とは違うと思うので、あの虚ろの始まり方、それは非常にこう熱量の高いものになってくるんじゃないかなというふうに思っていますね。劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラム、全国の劇場にて公開中です。ぜひご覧ください。